さあ中国の選手です。京也選手です。まだ15歳の選手です。これからの選手だとコーチも言っておりました。これも高さがありますね。このムンソルトは屈伸のムンソルトですね、はい。まあ、この選手本当に今回初めて私もいますので新人の選手ですね、はい。世界的な大会は初めてだと言っておりました。1メートル40センチで34キロですよ。小さな体です。今のは2回ですか。はい、2回ひねりです。前方宙返りから2回ひねりのシリーズ、まあ、中国の選手っていうのはもう本当にもうみんながそうなんですけれども非常に体が柔らかくて線が美しいんですね、はいはいはい。こういうところはもう中国の体操のもう伝統的なものみたいですね。そうですね、はい。まだ15歳ですが練習の時とは違いまして綺麗にお化粧しておりました。まあ、難度的に高度なものっていうわけではないんですけれども、やっぱりこの選手のいいところはやはりただの2回の宙返りでも足を開かずに閉じて回るとかそういうところがやはり技術的にきちんと練習が行われてますね、うん。そうですね。まあ中国の体操というのもこれは日本がちょっと届かなくなっちゃったようなところに今存在してますね。加納さん残念ながら。